どうもこんにちは、たかひろです。今回はユニバーサルスタジオジャパンに行ってきた時の動画になります。この日の目的は今年の3月からスタートしたノーリミットパレードを見ることだったので、とにかくこれを見られるようにある程度早めに待機して無事見ることができました。その他パークフードを食べたりショーを見たりアトラクションに乗ったりいろいろ楽しんできたので、今回もよかったら最後まで見ていってください。無事に入園ができました。現在時刻は10時ちょっと前ぐらいです。ちなみにこの日はいろんなお手軽フードを食べたりもしたので、その辺はまた別動画で紹介させていただくのと、ホテルにも宿泊したので、ホテル紹介動画も後日出させていただきます。まず最初に今日はドラえもんに会ってみたかったので、ドラえもんのグリーティングに行きたいと思います。それでは前回乗り損ねてしまったハリウッドドリームザライドに乗ってこようと思います。40分待ちとのことで、この日はかなり空いてたんじゃないかなと思います。バックドロップにまだ乗ったことがないのですが、今回はとりあえず通常バージョンで乗って次回バックドロップに挑戦しようと思います。ちなみにこの時の BGM のラインナップはこんな感じで、自分は今回は名探偵コナンの激走のテストドライブを聞きながら乗ることにしました。ハリウッドドリームザライド乗ってきました。めちゃめちゃ楽しかったです。この日はフライングダイナソーも乗りたかったのですが、まだ休止中で、残念ながら自分が行った翌日から再開とのことでした。次回行った時こそは最優先で乗りたいと思います。それではハリーポッターのエリアに行ってみます。ハリーポッターのエリアでは、ホグズミードマジカルクリーチャーズミートという小さな魔法生物に会えるイベントがあるので、各所にいる魔法生物に会いに行きたいと思います。ちょっと待ってね。可愛いだろこいつ。
可愛い子ですね。はい、こうされるの大好きなんだこいつは。何、落ち着け、大丈夫だ。うん、ちょっとさ、生まれたてでまだ人間慣れてねえんだ。ああ、まずいや。こいつさ、ちょっと火を吐こうとしてんだよ。みんな、しゃがんで、しゃがんで。火が出るぞ、気をつけろ。あれ、それだけ、あれ。そんな盛り上がらなかったな。そこまで盛り上がってほしかったわけではないぞ。アイアンベリー氏は最高1960度の炎を吐くこともある。まだ赤ちゃんでよかった。あ、ベビちゃんにはまだファイヤー早かったでちゅね。あっなんでみんな座ってんの。早く座って。それではハリーポッターのエリアの奥の方で行われるヒッポグリフマジカルレッスンに行こうと思ったのですが、このタイミングで雨がまた降ってきたので中止になってしまいました。ただその後夕方の回で見ることができたので、ちょっと時間が飛びますが、このままその時の夕方のショーの様子をお届けしたいと思います。Transfiguration is some of the most complex and dangerous magic. Is there a spook gathering that I'm not aware of? Professor! Students. There's a serious lack of judgment. 先生、私、ヒッポグリフが住むパドックのそばをよく散歩するんです。The paddock is peaceful and so beautiful. That's where I met this magical creature. 5 points for Hufflepuff. You shouldn't have said that. そうだよ、これしちゃダメだよ。大きい口虫するのに口虫。They are very proud, everyone. Gather round. Anyone see me? Anyone hear me?いいかい、まず、必ず、ヒッポグリフから先に動くの。まずだね、レレ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 あ、フリードリック I think you deserve a tasty reward for being so kind to our students today. Great week! Oh, good then. Let's settle that on. Hi, Sensei. 私がお家に連れて帰ります。Oh, when that is done, I will reward 10 points to Hufflepuff. ありがとうございます、先生。では、今日はここまで。Oh, remember, you have your OWL exams to prepare for. Asta mata, kyo setsune, arimashou. Kimi wa, konokote yo. No exams for you, Flavie. Farewell, everyone. Ta-ta. Shinjiranai. Nare mo keiyaku ni naranakatta yo. I can't believe you didn't get suspended. I can't believe you. Let's take this opportunity to meet and take photos with our fellow witches and wizards. 僕たちと一緒に写真を撮りたい人はいる? We'll begin with our wonderful volunteer. Everyone, please come forward. Let's take a photo together, shall we? 皆さん、こちらへどうぞ。それでは時間は戻りまして、もう一つショーを見に行きたいと思います。ハリウッドエリアにてパワーオブポップトレンディングというショーがあるので行ってきます。国内外の人気曲をシンガーさんたちが生歌とダンスでパフォーマンスしてくれる最高のショーでした。
bells ringing in your heart like that. Bring it down. Oh, when I open on you, I'll melt your heart in two. I got the superstar glow. Ooh, ooh, ooh. That's the palace in my heart. I like the moonlight in the air. Know that I got that heat. Surely the clock is cheap. Okay, Uniba, let's sing together. It's your knee, set, go. You are my universe, and you are my universe, and my universe. Yes, we. それではジュラシックパークのエリアに入りたいと思います。こちらのエリアではジュラシックパークダイナソーミート&グリートという恐竜と触れ合えるイベントが行われているので見に行きたいと思います。それではご飯を食べに行きたいと思います。今回はジュラシックパークのエリア内にあるロストワールドレストランにやってきました。ここでは映画ジュラシックパークにちなんだメニューを食べることができます。こちらでいただくのはダイナソーアタックミートプレート2100円です。サンドイッチとかもあったのですが、今回はもうビジュアルに惹かれてすぐにこれを食べようと決めました。まずはスペアリブからいただきます。ちなみにこのデンジャーテープも食べることができますが、特に味はしないです。
スペアリブは実際に食べてみてとても美味しかったです。お肉自体は柔らかくはなく、しっかりと歯ごたえがありますが、とてもジューシーです。甘めの味付けでとても食べやすかったです。固めのお肉が苦手な方はご注意ください。人によってはちょっと食べづらく感じるかもしれません。それでもこのジュラシックパークの雰囲気の中で食べるには、これくらい固めのお肉をガシガシナイフで切って食べるのがなんかいいなと思いました。そしてフライドチキンはシンプルでかつ美味しかったです。中はジューシーで外はサクサクで、全体的にどうしても油っぽいのですが、このトマトソースでさっぱりと少しですが和らげてくれます。食べていて白ご飯が食べたいなと感じることもありましたが、今回こちらには小さめのパンがついています。恐竜の引っかき傷が書かれたパンで、ふわっとした柔らかめのパンでした。付け合わせのクスクスや枝豆もかなりさっぱりとしていて美味しかったのですが、ちょっと好き嫌いが分かれるかもしれません。箸休みにとても良かったので、この付け合わせは結構ありがたかったです。そしてポテトは細めのタイプでした。ザクザク食感でとても美味しかったです。ボリューム満点で満足度の高いメニューで良かったです。店内の雰囲気も相まってお肉がより美味しく感じた気がしました。今度はサンドイッチの方も食べに来てみたいと思います。それではこの日の一番の目的であったノーリミットパレードを見に行きたいと思います。正直どこから見るのがいいのかわからなかったので、適当に空いている場所を探して正面から撮れそうなところを確保してみました。ショースタート40分前とかだったのですが、無事最善を確保することができました。ローリミットパレード、あと15分で始まります。
夏のパーティー一緒に盛り上げる人は大きく平成みんなお旅のダンサーたちについて Everybody's take on Go! リンリンそう愛情馬はノーリミットマッチョノーリミットパーティー Thank you! ストリートに聞いたみんな気をつけて元の場所に戻ってくれ最高だぜ、ね それでは今日まだ行っていない任天堂ワールドへ行きたいと思います。この日は入園直後10時頃に整理券を取得して14時50分からの回で入場することができました。では前回はマリオカートに乗ってきたので、今回はヨッシーアドベンチャーに初めて乗ってみようと思います。
ではショップにも行ってみたいと思います。それではスーパーニンテンドーワールドを出たいと思います。今回キノピオカフェに行きたかったのですが、どうしても時間がなく行けませんでした。ユニバはもう本当に自分が初心者というのもあるのですが、やりたいことが多すぎて全然時間が足りませんでした。次行った時こそはキノピオカフェで食事をしたいと思います。よかったらキノピオカフェのおすすめメニューとかあったらぜひ教えてください。それでは今日のところはこれでホテルへ向かいたいと思います。ということで約3ヶ月ぶりのユニバーサルスタジオジャパンで遊んできました。今回他にもお手軽フードをいろいろ食べたりもしてきたので、そのあたりも後日動画で紹介したいと思います。そして2日目もユニバで遊んできたのですが、2日目分も動画にするとさすがにユニバの動画が続きすぎてしまうので、こちらはサブチャンとかで軽く編集して出したいと思います。2日目はドラえもんのアトラクションやウォーターワールドを見たりしてきました。よかったら高評価やコメントたくさんいただけたら幸いです。またユニバには来月7月もワンピースのプレミアショー目的で行ってくる予定なので、今回食べ逃してしまったものや乗り逃してしまったアトラクションなども体験できたらと思います。6月にも入り、ディズニーの方でも新しいパークフードがあったりと、早く行きたいのでまたディズニーでもいろいろ楽しんでいきたいと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、こちらもぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。